ちょっと最初から運指、はい、広げとく。なるほどね。この状態にしといて、こうなったら中指をこっち持ってって、薬指を、はいはいはい、これがよいしょってこういうふうに、ここでもう、こっちの動きになっちゃってるっていうか、8フレットの8フレット、ここ1で、1の指をちょっとずらしてる感じ、ここも同じ4で、ここ0、ここは0で、ここは4の指4にしてで0、
この3本を弦そのまま移動して1の1弦に持ってくるだけなんで、乗せてくる、うん、形としてはそんな難しくない、はいはい、あ、そうですか。ポンポンって6弦が結構残りやすい、うん、残ったままっていうんじゃなくて、もう一回1からスタート、うん、違うんですね。うん、241だから41は変わんない。あ、4、あ、え、これ144でここが1じゃなくて2になる。制覇してもらう。これだけの練習もした方がいいんですよ。やっぱりついつい、こう不安定になりやすいんで、しっかり安定してピアいう練習。そのドンっていくときに。どうしても待ちの時間が出ちゃうんですよね。そのポジションを探すという意味で、これはもうぬるっと滑る、ぬるっと滑るんですけど、ぬるっと滑った時に中指がふわっと2弦に移動する、
そこまで給付意識しなくていいんですけど、うん、跳ねてるっていうのだけは、うん、じゃ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 みたいな、なんないで、うん、じゃじゃーんって、うん、しっかり止めてから、うん、最初一弦すら、うん、次二弦すら、うん、一弦と二弦とここが一弦、うん、入れないですね。まあこれはどっちでもいいと思います。はい、はいはい。じゃあもう。それも練習一日やってもいいですね。そうですね。まあやりすぎてもあれですけど、でも、うん、たっぷり練習した方がいいですね。いろんな動いてもすぐキラ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 、うん、どんな指でも、はい、うん、でちょっと後半の方ですね、はいはい、ここは結構同じ動きが多い、うん、かなりスピードが上がるんですね。安定してスピードアップできるから、うんうんうん、はい、使う指はしっかり、まあ、できれば3本使ってできると、うん、いいかなと思います、はいはい、これは同じ、はい、ここまでリズムは取れない。